ラフンダー語は、インド語派に属する言語グループである。ラアンダー語、ラアンダ語とも呼ばれる。主にパキスタンのパンジャーブ州西部で話されている。一部は、アフガニスタンやインドでも話される。ISO639 から3では、マクロランゲージとされている。ラフンダーという名前は、話者の自称ではなく、ジョージ・エイブラハム・グリアソンが、 インド言語調査において提唱したもので、それまで、パンジャーブ語という名前で呼ばれていた言語のうち、西部の変種を別の言語としてこの名を付けた。ラフンダーとは、パンジャーブ語で、日誌を意味するエル、ダに由来する。パンジャーブ語の方言とする説も強く、グリアソン自身もパンジャーブ語とラフンダー語の境界を引くことは、不可能としている。パキスタンドクリーツイ語 パンジャーブ語の地位を高めようとする東部のラホールを中心とする人々の動きに対抗して南西部のサライキ語や北西部のヒンドコ語地域では自らの言葉を方言ではなく独立した言語として扱おうという運動が起きた詳細はサライキ語を参照 ISO639 から3ではかつてミールプールパンジャーブ語という言語を定義していたが現在は パハーリーポートワーリー語に含められている。また、エスノローグは、西パンジャーブ語を、ラフンダー語に含めているが、エスノローグの言う西パンジャーブ語とは、パンジャーブ地方西部の言語のことではなく、パンジャーブ語の内パキスタンで話されている部分を、指しているに過ぎない。ありがとうございます。